んです。いずちゃんです。みなくんです。今日は3人でみなくんの新しいお洋服を紹介するよ。はい、今から3人でみなくんのお洋服ママ買ってきたので、丸×三角で評価してください。はい。ママが買ってきたやつ、みなくん二重丸？丸？丸。三角？×？って言ってください。で、ママ、あっち行ってるからね。気に入ったか気に入ってないか。で、ママ、一着だけちょっとね、間違えてなんかね、カゴの中にね、知らない間に入れちゃったやつがあって、ちょっと全然色もなんか暗いやつで、間違って買ってきちゃったっぽいものがありました。うん、それは×でいいです。はい。で、みなくんが丸か×か言ってください。これ丸？嬉しい？これ。嬉しいみたい。じゃあ丸か、これ、これ、これ、丸、これ気に入ってる？うん、気に入ってない。あ、こっち三角どっち？これ、これ、これどっちかね、三角かね。あ、三角だ。これ三角みな。うん、これ、バチュ。じゃあこれは？一緒くん、これやだ。やだ？やだみたいです。これはみなくん、バツみたいです。ブブー。みな、これ好き？うん、好きだよ。じゃあ見せてあげて、みんな。はい、みんな見てください。誰が見せるの？はい、これです。ぐちゃぐちゃ。これがみなくん。ぐちゃぐちゃじゃん。ぐちゃぐちゃ。ほらね、ねえちゃんのせいだよ。分かったよ。はい、次はこれ。みなくん丸かっちゅう三角。うん、丸。みんなこれ大好き。二重丸ね、分かった。これは二重丸みたいです。ここに24って書いてある。次がみんなに見せるね。これ24です。ほら、じゃん。違う。みんなにできる。丸、三角、バツ、どっち？うん、丸。丸でしょ。アイミアの大好き。おー、これかっこいい。これ二重丸？うん、バツ。これバツみたいです。これすごくかっこいいやつだよ。これ。面白い。これがママ。これライオンがいるからやだ、怖い。見て、このライオン。何してるんですよね。ね、これ。これもサイズも違います。じゃじゃん、これ見て。みんなの大好きなお役の自分だよ。待ってね。これが面白いやつでしょ。それそれそれ。間違って買ってきちゃったの。まあ、ドローン遊びの時に着たいと思います。来年も着れるし大きいから。みんなこの自分、これがまりちゃん、ママが間違えちゃいました。あ、じゃあちょっとバツのやつ教えてみなさん。バツのやつどれだった？これやつこっち。え、嘘。本当？え、これは丸だよ。めちゃめちゃショックなんだけど。でもこれバツだって、かっこいいのに。バツ、これも初めて。ちょっと着てみようか。これもバツみたい。あ、それもバツなの？ワニさん。これ、あらー、これ着てみよう。あ、これもバツみたい。あ、これもバツなんだ。着てみる。なんでバツだったワニさん、みなくん。だって怖いもん。怖いんだ。あ、これ着る。はい、みなくん、着替えました。いいよ。気に入った？うん、気に入った。いずちゃんのお洋服も買ってきました。なのでいずちゃんを紹介してください。フリルで可愛いよ。いずちゃんがね、どうしてもこれ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 って言って、これを買いました。ミニーちゃん大好きなんだよね。これもいずちゃん、これこれこれって言ったら買ったの。そう、いずちゃんにはね、ママがね、これとこれどっちがいいって聞いたの。そしたら最初ね、青がいいって言ったの、ぶどうだけど、こっちも買いました。ということで、いずちゃん今からファッションショーします。これじゃあ、みなくんにはさっきの変なタイガーを着てもらいたいと思います。ライオンだよって。ライオンガオガオ。それでさ、ドローン化遊びすればいいじゃん。いずちゃん、これがいいらしいです。はい、じゃあこれ着てみよう。いずちゃん、チャップチャップって。うん、そう、チャップチャップ。
ゆずちゃん誰がいい？ちっちゃい。なってて見てごらん、まりちゃん、かわいい肩のところね。そしてまたワンピースも着たいので、今からワンピースも着たいと思います。お姉ちゃんと、いずちゃん来て。はい、ファッションショー、イエーイ、来ました。はい、みんなお着替えしたよ。まりちゃんはいずちゃんの着てるからちょっとちっちゃいね。はい、いずちゃん、ワンピースすごいよ、似合ってるぶどう。じゃあぐるぐるしてごらん、ぐるぐるくるくるくるってくる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 じゃん。はい、お似合いですか？インカメにしますよ。どうですか？これとこれと同じ。同じだ。可愛いね。ねえ、可愛いね。今日はいずちゃんとみなくんのお洋服を紹介しました。そうだよ。あ、いずちゃん、ちなみにバツはあった？なかった？ねえ、なんかなかった。そうだよ、なかったよ。これ全部。これ全部。これ全部丸だよ。丸？よかった。じゃあみんなにバイバイしよう。今日も見てくれ。